はい。まずはじめに、今現に被災に遭われている、皆様方に、心から、もう本当に言葉になりませんけれど もう心から応援したいということと、お亡くなりになった皆様方に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。それでは、竹内市において今日いくつかありますので、順番に、ご報告方々、申し上げたいことがあります。まず一つ目は、今回の東北地方太平洋沖地震の被災地支援に、ボランティアの職員そして、議員に集まっていただきましたので、まず紹介をしたいと思います。この職員並びに議員は、被災地の然るべきところから、要請があって、私たちが、これは安全だということを判断した場合に直ちに派遣をする手配を整えたいというふうに思っておりますので、ちょっと前の方に、後ろにすいません、それではまず職員から、紹介したいと思います。今回ボランティア派遣職員として、緊急に参加を募ったところ17名 の応募がありました。で、今日全員じゃありませんけれども、前に来ておりますけれども、主に、土木関係と、あとが、もともと、今日小松もおりますけれども、実際救援活動に当たったものですね。それと、メンタルですね。今女性2人いますけれども、主に派遣した場合に今結構精神的にやっぱダメージを受けている方々が多数いらっしゃるということを聞いておりますので、メンタル相談病院として、私どもはこの職員を17名、登録をさせていただいております。議会については三田区長さんからお願いします。はい。
このボランティア派遣職員並びに議員につきましては、後でまたまとめてご質問等を賜りたいと思います。その次でございますけれども、お手元に配布しております武雄市タウンステイ構想について、私からご説明を申し上げたいと思います。3月11日の震災発生以降、武雄市におきましては、義援金の募集、備蓄物資の提供など、いち早く取り組んでまいりました。しかし、皆様方の報道と、あるいはその関係者から直接聞くにつけ、被害はもう想像を絶する甚大さで、今でも余震が頻発している状況にあります。そういった中で、今後復興までには相当な期間が残念ながら見込まれます。これを踏まえて、すぐにでも取り組むべきことは、被災者の生活、居住の場所の確保であり、武雄市としてもその支援に市が一体となって、市民総ぐるみで取り組みたいと考えています。そこで、被災者の方々の受け入れ体制を整備するため、武雄市タウンステイ構想を実施いたしますので、市民の皆さん、関係機関の皆様のご理解、ご協力を切にお願いしたいと思います。それでは内容であります。まず、ホームステイの受け入れであります。で、この件につきましては、武雄市内の皆様方に最低2週間以上の受け入れをお願いをしたいと思います。最低2週間以上の受け入れをお願いをしたい。そして、私ども公職に当たる者、特に私市長並びに議員は率先して受け入れをお願いをしたいと思っております。で、次に公共施設、住宅の提供であります。これにつきましては、市営住宅、自治公民館につきは100以上ありますので、大部分のところを自治公民館受け入れて、ここにつきましては、洗い場があったり、あるいはお手洗いがあったり、居住ができる環境になっています。ただ、お風呂がございませんので、これについては近隣の、皆様方に改めてお願いをする、あるいは武雄温泉株式会社にお願いをするということになろうかと思います。そして、市内の国県市の施設、公共的施設、これは社会福祉施設も入りますけれども、そういった公共的施設、そして、これはお寺等を想定しておりますけれども、その他受け入れ可能な施設ということで、ぜひ登録方をお願いをしたいと思っております。で、3つ目に旅館、ホテルでの受け入れであります。武雄は幸いのことに観光地で、旅館ホテルがございますので、受け入れ施設に対して私ども一定のこれは公費を補助したいと思っておりますので、ぜひ、官民共同で、旅館ホテルで受け入れをしてほしいということを思っております。そして、学校への児童生徒の受け入れであります。で、現に今日も新聞等でテレビでも出ておりましたけれども、教育を受けられないという非常事態になっています。私ども大人の責任として、やっぱり子どもたちにきちんとした教育を受けていただくことこそが我々の責任だと思っておりますので、市内幼保小中学校で学ぶ場を提供したいと思っております。で、ここで最後になりますけれども、一番多分ネックになるのは移動費用になろうかと思います。被災地から先ほどまでお越しいただく移動費用がネックになろうかと思いますので、これは今義援金等々が多数集まっておりますので、この義援金の一部を移動費に当てたいというふうに思っております。そういったことで、武雄が今回の構想により武雄市全体で1000名を受け入れるということにしたいと思っておりますし、これは市長とも先ほど相談させていただきましたけれども、この動きが全国に広まることを心から期待をしています。こういった中で私たちが今できることを迅速かつ的確に行うことこそが自治体の役割だと思っておりますし、なおかつそれ以上に日本国民としてやっぱり我々がなすべきことだろうと思っておりますので、ぜひ市民の皆様方に協力をお願いしたいと思っております。で、終わりになりますけれども、このための行政的な対応として、今からそのリストの呼びかけであるとか、登録のお願い、さまざま被災地から の電話連絡等につきましては、明日付で、被災者支援課を立ち上げます。被災者支援課を政策部の中に立ち上げて、ここを私どもの窓口に、
させていただきます。電話番号が0954-23-9122にしたいというふうに思っておりますので、これも合わせてご報告をお願いをしたいというふうに思っております。竹吉タウンステイ構想についても以上でございます。全体で107あって、今日これを機に呼びかけます。市長さん、公民館長さんたちに呼びかけて、早急にリストアップをします。 できれば半分、50個ほど協力をしていただきたいというふうに思っております。これについても機構には私どもの方から、そういった形で臨時に使ってくれということは私どもからは申し上げます。はい、基本的には無償でと思います。基本的にはですね、例えばやっぱ住所等が確認したいと思っているんですね。でやっぱり、同じ日本国民なんでね、そういったことに便乗される人は、もうこの世にいないと思うんですけれども、やはり本人確認ができるものをぜひ持ってきてほしいなということは思っております。今日これからですね、観光協会等に調整しますけども、どれぐらい提供できるのかっていうのをリストアップをします。それで全部が全部その貸し出しというのはそれは基本不可能だと思いますので、各例えば旅館ホテルで何部屋提供できるのかとか、何人いいのかねっていうのを今日からリストアップを始めます。で現に今例えば竹本屋俳句さんなんかはね、もうほとんど全部いいですよっていうこともおっしゃっていただいてますの でこれはもう市を挙げて、どれぐらいになるかっていうのはちゃんと提示したいというふうに思っています。これはオープンにします。はい、基本的にはですね、今日これは今もう郵送でも流してますし、お越しになった場合にはもう、今のところ10件ですね、私の住所も含めてそうなんですけれども、そこから順次広げていきたいというふうに思っているんですね。でもう明日から受け入れは可能です。でそれは、10世帯ほどですね、明日からは
で、それを急速かつ強力に範囲を広げていきます。そいつも含めて、もう今日片付けました。狭いアパートですけど。で、あと今日お見の銀さんであるとか、地区も含めてそうなんですけれども、福祉と教育と武漢も含めてそうなんですけど、自宅はこういう形で提供させていただくということで、まあ、今日現在で、まあ、実験ほどですね、と思っています。明日から取り替えようかなです。そうですね、お店が可能ということですね。それと自治公民館等については、来週ですね、来週の月曜日から可能になるようにしたいというふうに思っています。ホテル等についてはちょっといろんな調整が必要ですので、少し時間がかかるのかなと。だから、できることからはもう迅速にちょっとやっぱりやっていきたいなというふうに思っています。そうですね。だから一番早いのはおそらくホームステイだと思うんですよ。ホームステイはもう早めにやっていきたいというふうに思っています。そうですね。で、現にこれさっきちょっと申し上げればよかったんですけれども、現に私のところにもうメールとか、例えばブログのダイレクトメッセージ、ツイッターのダイレクトメッセージでホームステイ をする準備があるっていうのはもう何人も来てるんですよ。で、これちょっと次元が違いますけれども、被災者の方でもう現に家境まで移り住んでておられる方もいらっしゃるんですね。ですので、そういうことを勘案した場合には、なるべく我々が一元的に受け入れ体制をやっぱ準備するということが、ね、できるだろうと思っています。はい、それはもう編入ですよね。編入だからちょうど4月からもう新たな学期が始まりますので、そういう意味ではもう編入したいと。で、まあ、定員があるのはあるんですけど、それはもう度外視してるんでね、やっぱり入れていきたいというふうに思っています。で、これは、昨日、県の教育委員会が、高校ですよね、県立高校等で、そういう経営をするということだって、昨日、中学校以下は私でも責任ですので、それに呼応するという形になります。ホームステイの受け入れは、ここの被災者支援課ですね、これを通じて行いたいと思います。はい、そうですね、はい、明日から本格的にかけます。で、それはネットでの情報マッチ、等もありますけれども、さまざまなところに、また公共機関、被災を現に受けられてですね、公共機関にも、ちゃんと提供ができるようにしたいというふうに思っています。実際のその対応については、もうここで被災者支援課ですね、対応していきたいと思います。はい、基本的にはですね、ホームステイと公共施設を中心にしようと思ってるんですね、基本的には。ですので、今日算定した結果、1000人というのは、竹内の 2% なんですね。ということになると、今、私どもがさっき、私が申し上げたところを準備すれば、1000人はできます。はい、で、それは、もし、なんていうんですか、足りない、例えば、ホームステイでも補給室に足りないといった場合には、例えば旅館、ホテルにさらなるお願いをするという形に持っていきたいと思っています。そうですね、現実問題を考えたときに、ね、竹内の人口5万しかいませんので、やっぱり人口 2% ぐらいにやっぱしないと、やっぱ十分なサポートができませんので、だから先ほどあえて申し上げたんですけども、非常に異例の形で申し上げたんですけど、全国他の自治体も追従してやってほしいというふうに思う次第なんですね。
まあ、それもあるかもしれませんけど、基本的にはね、そんなにホームステイが長くなるというのはちょっと考えにくいんですよね。だからこれは復興支援の一環ですので、もしその期間、やっぱりかなり精神的にも傷つかれている方々、余震もいっぱいあって、なるべくこう九州に行きたいっていうのもツイッターとかで見てるとやっぱあるんですね。ですので、ここでしばらく少し地震のことの、その精神的なダメージを下げてもらって、また立ち直ってこう戻っていただくっていうことが今回の メインなんですね。ですので、その中でも例えば武雄にずっと住みたいという方々が出た場合には、第2弾としてやっぱりそう支援のことを準備する必要があるだろう。で、今回は本当にもう緊急の、今できることで何ができるだろうかということで、私たちが取り組むというふうに思ったものであります。はい、小さいところだとですね、大体2世帯から3世帯です、は入ります。それで、例えば大きいところ、中ぐらいのところですね。例えばガバイばあちゃんのロケ地があった川上の公民館ですね。あそこは大体10世帯は大丈夫です、でもう少し大きなところになるとやっぱ15世帯ぐらいはなりますので、ただそのちょっと割合が今すぐは分かりませんけれども、そういうふうに、それと結構ですね、親戚でこういらっしゃるっていうのも想定できるんですね。親戚というか一族って言い換えてもいいかもしれませんけど、そういった方々にはその中規模の公民館をねっていうふうになるでしょうし、それはその要望に応じてちゃんとオファーをしたいというふうに思っています。提供したいというふうに思っています。になると思います。ホームステイ先の基準はですね、最低2週間以上の受け入れということだけですね。で、あとさっき申し上げればよかったんですかね、何人受け入れることができるか。で、私のところの狭いアパートだと、もうさすがにやっぱ3人家族くらいだと、なくさんで、広いご自宅とかあられる方は何人というのも合わせてリストに書いていただこう。で、そのマッチングを被災者支援課で行うという段取りになります。現金自体は、社協のは一挙です。そうですね、それと今現に協会とか婦人会とかでね、あるいは公民館において行われているものがあって、なるべく趣旨を申し上げて、そのうちの一部分を、その移動費に充てさせていただきたいというふうに思っています。いや、なるべく全額行きたいんですけどね。で、もしこれでも足りなかったら、もう保育団します、いや、だって受け入れ先があってね、いや移動費で来れないということになると、それはもうある意味ね、政策としては目的を達成ないことになるので、それを議会にお願いをして、ぜひ協力したいというふうに思っています。今日、議長さんも横にいらっしゃいますね。期間はとりあえず今の段階では区切っていませんけど、ただこれは緊急の話ですので、あえてその何ヶ月という、ただキャパが1000名なんでね、だからそこでそんなにその1年とかなんとかっていう形にはならないと思います。今日これ会見する前に古川知事にはもう申し上げたんで、よく連携をさせてくださいということは申し上げたんで、それは知事さんも快く
受けていただきますので、これは県ときちんと連携をしたいというふうに思っています。だからね、この場合大事なのは、いろんな、なんかな、ルートがあった方がいいんですよね。だから市で例えば直接来た場合には県にちゃんと登録しますし、県から来た場合は 市でちゃんと受け持つって、まあ、県営住宅もそうなんですけどね、そういうふうにしたいと思います。はい、はい、基本的にですね、今日お越しいただいた方々が直ちに行っていただける方なんですね。それとさっき議長からありましたように、いやこういう人が欲しいっていうのは結構やっぱ来ると思うんですね。阪神・淡路の時はまさにそうだったんで、その時はよく議会の中で調整してもらって追加でこう出していくと、出してもらうという段取りになろうかと思いますので、今日お越しの方がもう直ちに要請があって、私がこう安心だ、安全だと判断した場合には、行っていただくということになるかと思います。いや、それ分かんないですね。で、それ結構、被災地によっても今もうバラバラなんですね。もう現に結構復興が進んでいるところもあればね、もう本当に今でもライフラインがなくて食べるものがないっていうところもまちまちですので、それは被災地のニーズに応じて、私たちは議員並びに職員を派遣をさせていただくという段取りになろうかと思います。そうです、もちろんです。これね、今問題になっているのは、もうありがた迷惑ボランティアですよね。ですので、それは我々は全然それは意図してませんし、もうまさしくこう要請があって、要望があって、そのニーズに合う方を出すということだから、職員についても基本的には土木の専門家だったり、そのメンタルの専門家だったり、あるいは実際小松のように気候支援に当たったものということで経験者をこう出していきたいというのがですね。はい、ちょっと詳細はこれからちょっと詰めますけれども、いずれにしても被災者支援課に電話をして、これ電話ちょっとメールだとねやり取りができないんで、ちょっと電話をしていただくことになります。うん、電話をしていただいて、でその上で人数とか期間の希望とかっていうのを被災者支援課で明日から把握をさせていただいて、それで私どもももう今日先に。10個と言いましたけれども、普通にマッチングをさせて、なるべくもう早く来ていただくという段取りになります。まあ、離婚事務所があった方がいいんですけどね、まあ、それか、まあ、なんかやっぱり、まあ、これ、疑うわけじゃないんですけれども、やっぱりその住所がこう分かる、まあ、免許証でもいいと思うんですよ。やっぱり我々もやっぱそういう善意でやってますので、そういうやっぱり規定証明できるものがこうあるのがやっぱ正解だと思うんです。事前に、いや、格差多分無理でしょうね。だからそれはもう口頭で、もうそれはもう信じます、それは。うん、で、お越しいただいたときに、きちんと紹介する。ただ、もうお越しいただいたときにすぐ詰めるようにはしたいと、うん、というふうには思っています。
はい、これについては、ちょっと今すぐその仕事っていうのは、おそらく多分それは被災された方々もなかなか考えにくいと思うんですよね。だから一定その被災地からこう離れるっていうのがポイントだと思いますので、その時は例えば武雄市で火災が起きた時に家見舞金という形で、まあ、それは家族の数によって、お渡しする家見舞金等があるんですね。でそれに準じて規則を変えて、一定 の, その生活支援費ということでお渡しができればというふうに思っています。だからまああれでしょうね。だからその4人家族でやっぱ一番最初はやっぱ8万から10万じゃないんですかね。それは火災見舞金に準じるとね、そういうふうに思ってるんですけどね。でもその詳細もちょっと詰めますと、抽選っていうかですね、それはあんまりそう抽選とかしたくないんです。だから1000人で絞って、ちょっとし絞ったら、これ十分なケアをサポートをするっていう意味で1000人にしたんでね。だからそれはもう、ある意味順番にさせていただくというふうになると思います。だから、その、武雄だけじゃなくてね、県内とか県外とか、いろんなところでこういう、輪がこう広がればいいなというふうに思って、我々からまず最初に、まず会議を始めよう。同じ日本国民としてなすべきことをやったということだと思うんですよね。で現に蔵王とかでももう始まりつつあるんですよね。だからこれが我々が九州の遠く離れた地からね、これを回転させていただくことによって全国に本当に広まることが期待をしますよね。これからします。これからして、それで、私たちはこういうふうにやるんで、協力方をお願いをしますというのは、市長会、まあ、知事はもう伝えてますので、市長会とつなげて、なればいいなというふうに思っていて、でこれはもう、あんまりこう、なんか、時間が勝負っていう話じゃないんですね。ですので、各自治体においても、十分考えていただいて、十分なサポートをしていただければありがたいなというふうに思っています。そうです。はい。それは重要な指摘でですね、今考えているのは、そのアナログの方法だけ限って言えばですね、各今救急本部ありますよね、県とか市町村の本部に、これをできる形で流したいというふうに思ってるんですね。でその上でこう掲示してもらうと思ってるんですよ。もう掲示してもらうって、もう見てそれでこう。実際判断してもらって、私たちのところに来たいっていう方々を受け入れるというふうにしたいと思っていて、まずその各県のね、まあ、これ佐賀県を通じてになること思いますけれども、各被災された県、そしてもう特に甚大なその被害を受けておられる市、町にその目立つところに、ね、こう貼ってほしいなというふうに思っています。でその、ペーパーについても、業績作って今日付けで投げたいというふうに思っています。そうでしょうね。一番目につくところでしょうね。でこれがなんていうんですかね、武雄市だけじゃとてもそれは足りるわけがないんでね、もう40何万人の避難の方が出ておられるんでね、当然。だからこれがきっかけとなって皆さんたちが報道していただくことによってね、各県市が同じように、まあ、もっといい方法があればそれはそれに越したことないんですけど、動いてもらえればいいなというふうに思っていますね。
どうぞ。実際西関さんの方はですね、もうご存知の通り、この前の市民あのね、市民募金で、120数万も出していますので、まあ、そうご理解していただけると思います。そうですそうです。いや、それその通りでね。で、その放送の後にこの話を昨日の深夜ちょっと我々で考えて、で今日午前中調整して今会社のことになっているので、そういう意味では一点変更です。そうですね、はい。そうですそうです。だからただね、いや何度も言ってるんですけど、これだけだとやっぱインパクトがやっぱないんですよ。毛細血管まで押し流すね、力ないっていうの僕らも重々承知してるんでね。だからこそ全国の自治体がこれを一つのきっかけとしてもっと太くて強い流れになることをね、でその一つのもうきっかけにこれをしたいっていうふうに思ってるんですよ。今のところちょっと想定しているのはホームステイが、まあ、全体を10とするとホームステイが大体3ですね。で公共施設住宅等の土地の提供の方が大体4です。3、4、そして、旅館ホテルが3ですね。でこれはどこから始め出したかっていうと今結構ツイッターとかでこう見てると、あるいは何人か僕も被災者という友人知人がいてね、聞いてるとやっぱりそれぐらいにこう分かれるんですね。自分は例えばホームステイがいいという方々もいらっしゃれば、いや自分はホームステイというのはそれ心苦しいからね、まあ、ちょっと言い方が適当かどうか分かんないけれども、なんか公民館に閉じられた公民館がいいという方もいらっしゃれば、まあ、先ほどの場合は旅館、まあ、有名な旅館ホテルの場所がありますので、そこでやっぱちょっと静養したい静養方々っていう方もいらっしゃるんで、それはニーズは大体そういう3、4、3かなというふうに思っています。どうもありがとうございました。